えー、皆さん、新年明けましておめでとうございます。えー、芥川龍之介役の橋本翔平です。えー、いよいよ、えー、皆さんにお届けする日が来たということで、もう本当に今日朝起きてからもうずっとそわそわしてました。あのー、本当にどういうご感想を皆さん抱かれたのかなとか、 早くからも足を運んでくださった方もたくさんあの感想意見などあの目にしまして本当に嬉しいなと思っております、えー、今日は短い時間ではございますが、えー、たくさん映画のことをお話しできたらなと思いますので最後までお付き合いのほどよろしくお願いしますありがとうございます中島敦役の鳥越雄樹です今年は虎年ですねあのちょっと ちょっと楽しみすぎてちょっとビャックの目借りてきましたえー、今日はね短い時間ですけどもどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますブンステですねステージのブーンステが初の実写映画になりまして皆さんはですねいつも舞台でご一緒されている、えー、お仲間だと思いますが映画の撮影現場では皆さんどんなご様子だったでしょうかど誰ど <laughs> ほな、滑りにいきましょうか、まだ滑る質問ではないんですけどあの、舞台で4年間ぐらいやらしてもらったんですけどそれまでね、上ちゃんの昼也と芝居をしたことがなかったで会話のシーンがね、全くなかったんだよね映画で初めて、あの例のシーンですわ、そこで初めて芝居してね、なんかすごくいい緊張感を持ってね、なんか俺、ドキドキしてちょっと涙出てたもん、いや、そうよ嬉しすぎて。で、見に行ったたら、らあん縛れてるしやな。 なんかすごく新鮮で、中島敦としても鳥越幸としてもすごい楽しんだシーンでしたね。あそこは。あれ以上ですけどね。いや、その、いや、全然。合ってます。クエスチョンとアンサーは全然合ってます。そうですよね。他に。ちょっと大喜利のやり方ですけど。そうですね。あの、まあ、その舞台でともに、あの、一緒に過ごしてきた中なんですけど。新鮮じゃなかったですか。だって。小屋でしか、会ったことないのに、外で。 あの、あの衣装で会うって、なんかめちゃめちゃ不思議な感じがしました、ねえ。え、今劇場のこと、小屋って言ったの。<laughs> <わ> <laughs> すごいかっこいいね、お前。おあ、そうなんだ、いつも小屋って言ってる。る小屋って言うタイプの俳優、橋下将平。<laughs> 山の方かな。<laughs> 山の方。あの、劇場兼、あの。まあ、稽古場も、<laughs> 稽古場もそうですけど。あの、ね、稽古場とかで会ってたのが、外でね、あの皆さん衣装で会う。なんか不思議な感じがしてですね。まあ、ただ、うん、やっぱ、なんか、さすが、この。 まあ、ブステファミリーといいますかなんかどこで会おうとも接し方がやっぱ同じで、うん、僕、大体鳥越くんといたんですけど、はい、現場。はいおまあ、撮影終わって休憩して携帯見るじゃないですか、うん、フォルダー見ると鳥くんの自撮りの写真が俺のフォルダーめちゃめちゃ入ってるんですよ。<laughs> そう、だからいつもね,ね、舞台の感情忘れないでほしいなという先輩からの <laughs>、はい、もう甘いトスですよ。忘れてましたか、はい、<laughs> いっぱい入ってました。あの可愛い,いやつから、<laughs> あのこれは乗せられないなっていうやつから、<laughs> うん、たくさん愛をなんか地味に俺使って滑っとるやん。<laughs> <laughs> やめてもろて。滑るのは昨日だけに勘弁してもろて。<laughs> やッホ <laughs> <laughs> いやもうそんな拍手するほどのことでもないですよ皆さんそんなに拍手しないで甘やかさないでくださいありがとうございますすくすく育ちました <laughs>